はい、ではやっていきます。シルバーサンダーもとうとう最後、クイーンのマスターブースト縛りいきます。先に言っておきますが、ダイバーズサーキットへの初等化はしません。できるのかなそもそも。あ、スタートダッシュした。まあいいや、スタートダッシュは別に縛ってないし。あ、まあいいや、できることならいつ全部受けようかなと思ったけど、イコールカーブ曲がる気ないっていう。変則的なプチショート。まだこの程度のダメージしか受けてないんですよね。それでパワーダウンってなると、本当にいかがそのダメージがやばっと。なんとか曲がれるんですけど、アウトようになっちゃうんですよね。まだ半分も削れてないっていう。あれ？あれ？ダッシュプレートちっちゃいんで結構激突の恐れがあるんですね、ああいう時。まあクライマックスあたりもっと、ああ、もっとちっちゃい、だダッシュある、ダッシュ、ジャンプあるんですけど。いやー。今のちょっとな、うわ、あぶね。やっと半分か。ここは油断せずに、OK。マーク結構来るんですよね。はい、ダイバーズサーキット来ました。追突したら落ちるぐらいの気持ちで。あ、ミスった忘れてた、やーべ、忘れちゃった。ちょっと気抜くとこだかな。よいしょ、 OK、 抜けるかなこれ。ちょっとこれキーライフル活用しないと難しいかもしれない。ほんとね、加速とジャンプが悪すぎるんで、ほんとこの辺でぶつかったりすると落っこちる手が1見えてるな。おぉ、待って、ちょっと曲がるのが早すぎるね。曲がるタイミング、スティングレイより若干遅くていいんですよ。バランスがスティングレイ C でこっち B なんで。あ、余裕ぶっこいてたすごい余裕ぶっこいてたまあちゃんと十字キーの下を押さないとこうなっちゃいますと。ああ、もう僕を利用して曲がるな。今落ちた、ホットプレート落ちた、浮かせっかな。あ、くそ、クレイジーホースの動きに気を取られてて、キラーを見逃してしまった。もったいない。よし。
今のはでかいぞ。危ねえ、危ねえ。ふぅ。ファイティングコメットと、ファルコンが来ました。あ、危なかった。大丈夫でした。